ヤッホー。今日は今アンナとゆりチャンネルの方の撮影をしてきたんですけど、これからお腹が空いたので絶対に今日はステーキを食べたいっていう気持ちなんですよね。だからステーキを食べに行きます。イエーイ、お腹空いた。I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.角森っていうところに行ってくるんですけど、今タクシーでちょっと遠回りされて、ちょっと気分が良くなかったけど、それをすごく抑えて頑張って対応したつもりですけど、わかんない、ちょっとイライラしてたかもしれないけど、みんなイライラあるよね。めっちゃ遠回りだった気がする。行ってきます。肩かな、やっぱり。今日は本当にほぼ何もしてないって言っても過言ではないくらい、角森に整体行かせてもらって、ちょっと散歩して夜ご飯食べてって感じだけで何もしていません。いつもつけてる指輪でも紹介しようかなって思います。まずこっちの手につけてるこの人差し指の、これはキスで、東京のキスで買いました。キスにある
置いてあるんですけど、これすごいなんか、これは金じゃないのでおもちゃみたいな感じなんですけど、一応すごいブリンブリンで可愛いかなって、全部にキラキラついて、そうこれはすごい大ぶりなので気に入ってます。本物が買えるように頑張りたいなって思う感じ。ちょっと大きめですごい存在感があって可愛いかなって思って、でこれは YouTube の10万円企画でカルティエのリングを買ったんですよね。これでも多分カルティエで一番値段が低いものだとは思うんですけど、でもそれでもなんと8万円ぐらいしました。これ細い金の、これは18金です。私一応金あれみたいなのがたまに出るので指はほぼ金で揃えてるんですけど、こちらはこれはですね、あーえんゆりチャンネルでも一回紹介したんですけど、一人でアンナと車乗って優柔分で運転してニコタマまで行った時に、もうよく運転頑張ったなっていうのと、指輪これ狙ってたんでカルティエで購入した。これもすごい高かったです。20何万とかしてすごい高くて、でもなんか運転頑張った自分になんかすごいご褒美で、なんかわかんないけどすごい買いたくてハラハラして頑張ったからドキドキしながら、それがこちらですね。これすごい可愛い。でこれもカルティエなんですけど、これもすごい大事で、このこちらのお姉さん指についてるのは米表で買いました金。これもただのまっこりしたやつ。これは毎日つけてる。ユリビアはこれしか持ってないんですけど、すごい全部気に入って毎日一応つけて、寝るときとお風呂に帰ってきて外すぐらいかな、だからずっとつけてるんですけど、だいたいこの並びでつけてるんですけど、そろそろ新しいリングが欲しいなって、すごい自分はジュエリーが好きなので思ってます。おはようございます。今日はモコモコを着ています。かわいい。今日は休みなのでコーヒー飲み行きます。あとは決まってないかな、適当で。紫起きたくないです。ね、ボブ。でもそろそろ起きて今日も動きたいなって思ってるんですけど、シャワーも浴びなきゃいけないし、お腹も空いたけど、もうちょっと寝たい。懐かしい靴履いてんな。こんにちは。最近はよく寝てしまってですね、起きるのがすごく遅くなってるんですけど、うちって本当に照明が良くない。今日はさっきアンナと久しぶりに YouTube の撮影をしました。ちょっと楽しかったので、ぜひアンエンユリチャンネルの方を楽しみに見てもらえてたら、更新頻度も週に1回じゃなくて2日に1遍やってるので、いろんなコンテンツが見れるんじゃないかなと思います。今日はとりあえず撮影だけだったので、これからご飯を何でも食べる、ご飯食べるかコーヒー飲むかしたいなと思います。今日は寝坊したので、眉毛とラインとカラコンかな。ちょっとここにね、なんかね、吹き出物みたいなのできちゃった。ここにも吹き出物ができちゃって、ちょっとポツポツできちゃった。まあそんな感じで、もうなんかこのチャンネルではすっぴんとかもさらけ出してるので、
肌が荒れてるところも、もう別にいいかなっていうか、綺麗になれるように頑張りたいと思います。そんな感じで行ってきます。I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm picking up by the cottage. Is it good? こうして毎晩ボブとイチャイチャしてます。振られたピュYou're the best out of all of them. I read every letter you sent.